さあ、それでは研ぎ出しをしていこうと思います。このパーツがここの部分だけねツヤありで、こっちはねあれなんですよ、ツヤ消しセミグロスかなんですよ。なんでまあ後ろだけ、まあ、今回研ぎ出しするパーツって少ないんですよね。これとこれとこれ、まあ顔の部分ですね、とケツとフロントカウルですね。なんでこいつをここの部分だけ、必要な部分だけ研げばね問題ないんで、まあなんでゆず肌が取れるようにやっていきましょう。乾燥期間はね、まあ2週間は見た方がいいですね。最後のトップコートから1日1回トップコートして、それをまあ4回ぐらいやる感じなんですけど、でそれを1日1回ずつ拭いて4回トップコートしたら2週間乾燥させると。2週間ね乾燥させないとね痩せてくるんですよ本当。この研いだ時はいいんですけど、それからねまた半年後とか1年ぐらい経つと、あれなんかゆず肌出てきてねっていうような感じになるんですよね。まあそれはね結構ね溶剤とかそういったものにもね影響してくるかもしれないので一概には言えないんですけれど、僕の場合はレベリングなんで乾燥が非常に遅いんですよ。なんでねそれがねあるかもしれないけど、あれだとね結構仕上がりが綺麗なんで、まあ、特にね僕みたいにこう同時に何台とかいう風に作ってる場合はそれでもね効率が逆にいいのかなって思ったり、なんで1個ずつね作られる方がまあ基本多いじゃないですか。まああるいは複数って言っても2台とか3、まあ3台は多い方か、まあ、そういったことがあるので、まあ、一概には言えないんですけれど、ね、他の作ってる間に気がついたら2週間以上経ってたみたいなよくある話なんで僕の場合は、まあ、そんな感じでやっていくと気がついたら結構乾燥させてましたということが多いからいいかな。言い忘れましたがラプロスの6000番を使ってますと。でこれでねこんな感じでチャ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 と磨いていっちゃってですね、まあここはねちょっと研ぎにくいんでこんな風にやっちゃってるんですけど、本当はこう円を描くような感じでやってた方がいいです。溝みたいなね傷が残るんですよやっぱり。円でやるとねそういったことが少ないんで、できるだけ円を描くように。ただ円を描いてね取るのって結構ね取れやすいんですよ。あと狙いが定まりにくいんでエッジの部分とかね気をつけてもらってやっていきましょう。まあこのね作業もめっちゃ長くなっちゃうんでタッタッタッと飛ばしていこうかなと思うので、今これでパッとで、この濡れた状態だともう本当ね毎度言うこと同じで申し訳ないですけれど、こうさ見てもらうとさ取れたとこ取れてないところが分かるわけですよ。これまだ下の方のこの奥の部分が光ってるからまだ取れてない。あ、これ分かりやすいね。ここは取れてないなっていうのが、この辺はね白くなって取れてるんですけれど、そういった場合はねこういうふうにちょっとこう折り曲げてあげて、このエッジの部分を使ってあげるような感じでちょっとこう擦ってあげるとゆず肌が取れます。あとこの時に例えばトップコートのダレも取ってあげるようにしましょう。結構ダレ取るの大変だけどね、頑張ってやりましょう。6000番ってそもそもそんなに削れるもんじゃないから、ダレをね取るのって結構大変なんですよ。だからトップコートの時にねできるだけダレないようにやってあげた方がいいです。さあどうでしょうか、こんなもんでいいかな。こうピッとやってあげるとほら奥まで取れたじゃんと、ここね消えたでしょ。でこの時にゆず肌がねちゃんと取れてるかどうかね確認してあげましょうね。この状態でもねやっぱりゆず肌がね残ってるかどうかがね分かるんですよ。こう見るとうんちゃんと取れてるね、いいね。取れたならもうあんまり深追いせずにね、深追いしすぎると1枚めくれちゃうんで、あ1枚じゃない、ベースのねこの黒にまで行ってしまうので、あんまり深追いはしないようにしましょう。よしこの辺にしとくかね。よしではね他のパーツもあるのでタッタッタッとやっていこうと思うので一旦カメラを止めさせてもらいます。あちなみにねこれ終わった後にねちゃんとシャンプー洗車してこの粉を洗い流してあげるようにしてあげましょう。
では一旦止めます。さあそれではコンパウンドでの解き出しをしていこうと思います。とやってっかよっと。さあ綺麗になるでしょうか。研ぎ出しシーンってどうしても毎度全く同じの行動になっちゃうから、なんかこう組み立てとかそれまでのね前後はキットによって結構変わってくるんだけど、これっかりはな同じ工程だからいい加減ちょっとアップが飽きてきたんだよな。こんな感じでね一方方向ずつ、ただこれバイクの場合だと狭いんでね四方八方が非常にやりづらいんですよね。だけど狭い分、狭いというかこう長細いから、こういうのこそねこう四方八方からやらないと見えるんですよ、こう光が、あとこう研いだ跡っていうの、それがねちょっと厄介だなっていう。だからできるだけこういったものはこういう風にこうなんだろう、一方この場所だけをずっとこうやるんじゃなくて、こうずらしてねやっていくように、こうちょっとずつこっちにこうずらしていくとかしてやっていかないと、それでもね筋みたいなのが残るんですよね。ちょっと厄介なんだよな。特に今回はでもあれだね、ここが何もしてないところでここがやったところっていう感じなんで、変わり映えが分かりやすいんじゃないかなって、どんぐらい変わったかっていうのが。結構飛び出てたりするからな、本当削りすぎに注意してやらないとなかなか難しいっていうか、下のね色が出てきちゃうとまずいんで。ただ黒ってさ磨けば磨くほどツヤが出るからいいんだよね。だからそれをやりすぎてしまうと下地が見えちゃうよっつって、こんなもんか。ラプロスの時に結構綺麗にしておけばね割と綺麗な感じに、もうちょっとやった方がいいけど、まあこの辺にしとくか、動画がまたやたら長くなっちゃうんで、今度カットしすぎるとね尺が余ってしまったみたいな感じになりそうなんだけど、こう見てもらえると分かると思うんですけど、ね、ここは今研いだところね、こんな感じ、ここはやってないところね、こう見比べると全然違うんじゃないかな。柚子肌のこんな感じでねボコボコなってて、ツヤというよりも光が拡散しすぎちゃってるような感じに比べて、ここはしっとりとこう綺麗になってる感じかな。どうでしょうか、分かりやすいと思うけど、だいぶちょっとで、これをね柚子肌がもし多少残っていたら、まあコンパウンドで取るような感じにしてあげましょう。でね、さっきのこのこんな感じで白くなってるのが取れるようにやっていくという感じです。よし、ではねこれも長くなっちゃうといけないので、スタッタッタッとぶっ飛ばしていこうと思います。一旦カメラ止めます。さあそれでは続きやっていきましょう。さてと仕上げですね。疲れたな、ゴシ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 やると結構しんどいわ。まあでも今回は場所が少ないからやっぱ多少いいな。中研ぎである程度ね、ある程度っていうか、まあ結構しっかりツヤを出しておけば仕上げがね、あちょっと磨くだけでかなり綺麗になるので、こんな感じでいいかな。どうでしょうか、かなり綺麗になったんじゃないかな。
仕上げのコンパウンドをすれば一気に黒の場合はねグッとくるツヤになるので、よし、もうこれもぶっ飛ばしていっちゃうんで、ほら綺麗だね、ここがしてなか何もしてないところがこんな感じだけど、やるとこんな感じに綺麗になるよという感じでございます。よし、ではねこれもちょっと飛ばさせてもらってね、早く今度ね塗り分けのマスキングしないといけないんでね、ここの部分の、よし、では再びなんか短い飛ばさせてもらいます。一旦止めますね。さあ、それではマスキングして塗り分けをしていきましょう。さあやってこう。ここですね、境目に貼ってと、爪楊枝で密着させるんだけど、ちょっとこんなところくっついちゃうとやりづらい。よっと、こんな感じかな。でここをキュッと、感じでいいかな。見比べないとわかんねえな。いいのか。いいね。ここだ。ここだ。ここだ。結局爪でやってんじゃねえかっつってね。食器。で、カッターナイフで。カッターもねよく切れるようにしておいてね、紙だけを切るようなイメージでやっていきましょう。どっちからやればいいんだ、こっからや、なんか見づらいな。あ、しまった、カメラ映ってるかが心配だ。ここからこう切ってと、ここから、あ、映ってる、映ってるね。今までが映ってたかが心配だな。こう来ての、うん、剥がす方を逆にしそうだった。危ない危ない。なんかやたら空気が入ってんな。空気ちゃんと抜いておかないとね、そこから浮いてきても悲しいんでね。やたら空気が入る。まあ爪楊枝でこう擦りつけてあげれば空気抜けていくんでいいんですけど、こんな感じか。でここで、こんな感じでまあ適当にやってあげて、これで OK でしょう。もう一個大きいマスキングテープを使えばよかったな。しまった。でね、くれぐれもね、研ぎ出ししたところにね、行かないようにね、しっかりマスクしてあげましょう。こんなんでいいんじゃないかな。よいしょ。ではちゃちゃっとね塗装してくるんで、一旦カメラ止めます。さあ、それではセミグロスを吹いてきたんでね、剥がしてみますか。まだ全然乾いてないです。超塗りたてじゃないとダメなんですよ。乾いてから剥がすとねパリパリパリっていっちゃう時があるんで、それを考えるとちょっとまあね、ウェットな時、まあねびしょ濡れな時にね剥がす、まあ今剥がしてんだけど、まあね、まあちょっとリスキーな気がするので、もうちょっと固まってから、まあ塗装してから5分から10分ぐらいしてから剥がすのがベストなんじゃないかなと個人的には思っています。はい、どうでしょうか。よっと、なんか最後の1枚が取れねえ。
よよよ。そうするとね、パリパリってならずに、この境目がね、またね、乾くにつれてね、馴染んでくんすよ。はい、できました。ちょっとこうまだウエットだからね、ツヤがあってちょっと分かりづらいところはあるんですけれど、まあね、組んでいくときにね、見てもらえればと思います。では今日はこの辺にしておきますかね。だいぶ今日はね、長くアップできたかな。よし、では次回からどんどん組んでいきましょうか。まあ組むときね、もちろん触るんで、しっかり乾燥させてからにしましょうね。ではまた。